3時24分。うん。今から14時に寝つくよ。やだ、眠い。何夜中うまく寝んだよ。何を知ってるんだ。夜中の人たちはそこまでして、カレーを食べようとしてるんだよ。ここまでの所要時間は19分です。運転お疲れ様でした。並んでるってでもそんなでもない。コリコリしたね。はい、注文の方どうぞ。今何分経ちますか？食感がたまらない。結構辛そうだね。辛さはそんなでもない。味が濃い。でも匂いめっちゃいっぱい入ってる。大好きこれ。ちっちゃくしてある。うんうん。コリコリ。カレー全部美味しい。うん。あの口からなくならないぐらい。目が覚めるわ、朝カレーって。ここにお出汁とかがあるわけではないけど、なんかこう、貝の甘みが感じるの、あとに。ちょっと甘みがあるのは、うん、確かに。で、食べられた。1時間半。いる前に、あっさり2時間。そうだね。丼でなくても甘い。濃い食感、甘いね。貝だから餌の匂いがたっぷり詰まってる。カレーが美味しかった。すごくカレー美味しかった。しっかり辛みもあるけど食べやすい。こっちの方が 食感がしっかりします。こっちはなんか軽い。まあでもそうわかる。はい、ということで、マルトマ食堂に行ってきました。はい、現在の時刻が、7時ですね、ちょうど。7時になりました。食べたおかげで目は覚めましたけれども、ようやく日の光を浴びました。うん、3時に起きて、うん、4時間近く、マルトマ食堂に精力を注ぎ込んだという感じです。ほんと3時間はいましたね。で、僕らがお店の中に入ってからも、1時間半待ちまして、うんうんうん、すごい丁寧な接客で忙しい中、うん、ずっとされてるのはすごいなって本当に店員の方々思ったんですけど、うん、お店の方々、うん、
結構持ち帰りされる方も多くて、食べるプラス持ち帰りとか、うん、丼頼んでるけど持ち帰りの丼も頼むとかもあるし、うん、持ち帰りだけの人もいるし、うん、で席の数が少ないから、自分らが8組でギリ入れたから、うん、と2人とか5人とかがいれば8組10組も入らないぐらいなので、本当、うん、早く並ぶのをおすすめする感じです。はい、そして僕らの後にはもう超大行列だったから、多分あの方たちは5、6時間ぐらい待つんじゃないかなというぐらい大人気なお店でした。はい、でも本当に新鮮で美味しかったし、名物のホッキカレーが食べられたので、ホッキカレー本当に美味しかったです、はい、大満足でした、うん、もう朝早くじゃないと来れないってことだから、前札幌に行った時は来れなかったので、うん、リベンジできてよかったです。ちなみに今日の日付が8月12日お盆真っ只中でございました祝日と日曜日は休みなので、うん、でもいつも並ぶみたいです。ということで今回は超朝活をお届けしました超朝活。それではこんなゆるい動画でしたが、最後までお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございます。私たちの動画が少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。ごちそうさまでした。皆さんおはようございます。おはようございます。いや、マジで眠い。いやー、どうする、まだ間違う、まだ眠ってるよ。自分らだけこんなパッパッと動いて、活動して。夏はでも早く来ないと暑いから、それが辛そうだね。待ち時間ね、うん、やばいよね。今の時間帯も暑いもん。暑いよね。いや、意外と今日はそんなに起きたから。昨日の選考課かな。本当にしましょう。効果か、登り別の。うん。いや、ポポイ効果かもしれない。ポポイのか。我々はマクドナルドを選択しました。ここから編集のチッチがスタートします。ポイントで買ったり。今シリマスを。Thank you.